どうもかまです。今回はシティーズスカイラインズ2のシーズン1総集編をお届けしたいと思います。パート41まで作ったので、まあ41個の動画があるわけなんですけども、1パートあたりだいたい20分前後、それを、今回はですね3分ぐらいまでギュッと縮めて、まっさらなところから、都市が出来上がって大都市になって、最終的にですね豪華絢爛な街、その名の通り豪華絢爛シティに成長していく様を見ていただければなと思います。それではどうぞ。マップがいろいろあります。あのね、俺今回ね海が欲しいよね。海と山両方あるとベストだなーって思ってて、そういう意味だとこのリバーデルタがいいかなーって。豪華絢爛シティ括弧仮、あの最初は全然多分しょぼい街になっちゃうから豪華絢爛とは言えないと思うんだけど、開発が進んでいってもうこれは誰が見ても豪華絢爛でしょうっていう判断がついたら、括弧仮を外したいと思います。そしてテーマ、これヨーロッパ風と、北アメリカ風があるんだよね。もうこれね、建物の見た目とか緊急車両とかね、そういう細かい小道具系のデザインが変わるらしいですと。まあそれ以外に影響はないらしいんで、まあヨーロッパ風にしましょうか。で、日本らしく左側通行、自然災害はあり。それではシティーズスカイラインズ2ゲームスタート。ようこそシティーズスカイライン2へ。あ、こちらこそよろしくお願いします。はい、チュートリアありでやっていきましょう。カメラ操作、あー、チャーパー久しぶり、チャーパー。ちょっとなんか髪の毛ふさふさになってないちょっとおしゃれでなびいてる。前作との違い、まず1個目が道路に電線と水道管がくっついてくるんですよ。だから個別にそれぞれ作る必要ない、これ楽。今回グリッドモードっつうのもあるのさ。ほら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 、こんな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 でーんってこれだけで作れちゃう。よし、じゃあ住宅やっていこうか。低密度住宅ですね。一戸建ては住める人が少ないけれども、その分すごい幸福になるらしいですよ。これが高速道路でしょ。で、高速道路からまっすぐ伸びる道は多分幹線道路になるから、あんまりそこ沿いには住宅少ない方がいいよね、きっと騒音とか多いから。はい、で低密度商業、はい、小売店、ガソリンスタンド、スーパーとかね、そういうやつだね。で、これはね、住宅にまあ近い方がいいんだけど、近すぎると今度騒音公害があるんですよね。だからちょっと話すか、ここら辺まで。で、産業は、ここの幹線道路予定道路の反対側にしようかな。このグリッドモードクソ便利だな。ほい。で、次は発電所。まあスタンダードに行くんであれば風力か石炭、まあ、石炭にしようか。小型石炭発電所、はーい。まあ基本やっぱり飲み水は上流から取んないとね。下水は下流、はい。下水処理場はこれ一択だね、もう垂れ流しですよ。はい、で下水管をここにガッチャーンコ。おお、やったー、すごい。これが低密度住宅ですね。商業地区も、ああ、できてるできてる。ほー。マイルストーン1アンドックしました。ちっぽけな村になりましたね。ちっぽけ言うな。これ多分ね、開発ポイントってやつかな。今回はね、シミュレーションゲームでよく見る技術ツリーっぽいのがあるんだよね。それに使うやつだな。ちなみに、みんな幸せかい？ああ、幸せだわ。家が広い。医療のカバーエリアが信頼できない。まあ医療ないからね。もう民間療法ですね。喉にネギ負けってことですね、これは。じゃあ早速さっきアンドックされた医療行きましょうか。診療所。維持費が月10万。まあでもね、さっき言ったように一月がやたら長いから。まあいけるんじゃないでしょうか。ここ。はい。さあみんな、通ってくれ。診療所です。じゃあゴミ処理も行きましょうかね。埋め立てしかまず最初ないと。なるべく公害を出すものはまとめて置いておきたいよね。おー、すごいね。これもしっかり作り込んである。守衛さんボックスもあるよ、すごいな。うわー、めっちゃ石炭発電所煙もうもうだね。中密の住宅できました。雨が結構激しいな。おー、成人が6人住んで、低学歴5人、
平均学歴1人。へえ。中密度住宅は、低密度よりも部屋が狭いから、家族はね、あんまり住まないらしい。逆に、学生とかね、そういう単身者が住むんだって。墓地、建てましょう。300メートルの範囲、福祉プラス3。屋内レクリエーションだって。レクリエーション?墓石でパルクールとか。ここに墓地をバチコーン。墓地でかっ。すごいでかい。でかいし。ここすごいことなってるけど。ああ、いいですね。この断崖絶壁がまたね、シティーズっぽさを出してるよね。あのね、海沿いのウォーターフロントっていうのかな?もう素敵な感じでしょ?ウォーターフロントの街づくり。それが豪華絢爛の一つの要素なんじゃないかなと思っているので、そういうね、海辺の開発を今回やっていこうかなと思います。じゃあ早速こっちの島の方に足を伸ばしてみましょうか。足というか道路を伸ばしてみましょうか。こうして、はい、とりあえずここの島に中密度、これ、北アメリカ風ですね。おーおーおお、頑丈そうだな。さすがアメリカ。おー、やった!マイルストーン3!大きな村になりました。おーし。さあ、何がアンロックされたかというと、畜産業。おー。あ、特区か。来ましたね。採石。これも特区だ。あ、火災救護。来た。消防本部。警察も来た。おー。来た来た来た。これが出たってことは、火災と犯罪が発生し始めるってことだね。じゃあまずは消防本部を建てていこうか。維持費月2万。はい、消防署。消防車出動シーンを見たいな。どっか火事になってくんねえかな。そして警察署。おお、パトカーが色がカラフルだね。海沿いの道って感じにして。ああ、いいじゃない。もうここ汚水なんだけどね、これね。めちゃめちゃ汚水ドバドバ流れてますけどね。で、低密度商業。これもさっきの離島と同じく北アメリカ式で。ここに。で、住宅地も作りたい。あ、火災起きた。マジか。やっほーい。燃えてる燃えてる。火事だー。うわ、すーごい。すーごい燃えてる。うーわ。消防車?早く!あれ、どこ行った?あ、来た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 !やっと来た!早く!あー、炎症しとるかな?ちょっと早く早く。よし!消した消した。よかったよかった。いやー、スリリングでしたね。海沿いの街。水きれいだね、やっぱりね。もう雨さ、ほんと。雨やめてくんないかな?あー、越えてるじゃん越えてるじゃん。こうしようこうしよう。はい。よーし。柵がないから怖いよ、これ。お、すごい、すごい、すごい、めちゃめちゃ来た。めっちゃ使ってるー。面白ー。うわ、すげえ来るぞ。ここのメインストリート。これ、4車線でいいかな ?6 車線とかにしちゃいます?思い切って。あ、広い道路。あー、これあれか。開発ポイント使わなきゃいけないんだ。2ポイント。いいんじゃないですか。行きましょう。ちょっと憧れなんだよ、やっぱり。広い道路って。分離帯付き6車線道路。これ。右、左、どっち?左側。こっち側に向けて拡張。よいしょ。あとこれも前回アンロックされた、低密度事業所。オフィス。これも作りたい。あ、オフィスができたね。うん。まあ、オフィスビルみたいな大層なもんじゃないけどね。はい、ここはソフトウェアを使ってメディアを作ってるオフィスだね。一般の消費者向けのエンターテインメントとかメディアだね。ただオフィスは、従業員として高学歴を割と必要とするから、高校建てるのちょっと遅かったからね、人が足りないかも。お、来ましたね。マイルストーン5アンドック。ちっぽけな町になりました。今までは村だったけど。複合住宅来ましたね。これいいよ。1階が商業で、2階以上が住宅。通信来ましたね。そう、これもね、今回シティーズ2の特徴なんだよね。新しい要素。市民がね、インターネット欲しがるのよ。ちょっと現代反映してる感じだね。インターネットも提供してあげると、市民が幸福になると。じゃあ早速作ろうか。複
合住宅。おお、いいね、すごく良くない、華やぐー。おお、あ、これこれこれはいいよ、きらびやか、美しい眺めだ。あ、やっぱり高い建物増えるとちょっといいな。待ってください、なんかあそこに何ですかね、あれ、なんかん僕夜景だけ見たかったんだけどな。おい、しれっと発生してんじゃないよ、竜巻。おー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 、え、こっち来ないよね、どこ行く、その場で、あー消えた、あーびっくりした。まだ今じゃないよ、来るのは。まだもう置いてんの、今じゃない、開発が一旦落ち着いた時にね来てくれれば、あの盛り上がるから大通りを伸ばしてそこの延長線上に駅作ろう、それがいいわ。どうだ、あー、いいねいいね、いいよ、線路との位置関係がよろしくないけれども見栄え重視で行かせていただきたい、ここは。おおいいよ、テッカテカじゃん、すごー、かっけー。おお、すれ違った。さあ、あとはどれぐらいの人が来てくれるかだね、あの鉄道駅にね。でですね、ここの駅に人が来たとしてもちょっと遠いじゃないですか、市内までは。なのでバスを作りましょう、バス車庫、まずは車庫が必要。はい、でバス停は2種類、普通のバス停と、あとは屋根とか椅子があるバス停、屋根椅子付きにしてあげようか。まずは駅前に置いて、でそっからどこ行くかだよな、どっちかというと工場とかね、あとはここのメイン通りのさ、あの複合住宅、いいね、すごくいいねロマンあるなぁ。うわぁ、すげえ待ってるよ、駅のバス停めちゃめちゃ待ってるぞ。あ、だったらついでにタクシー車庫とか作っちゃおうか、もう勢い余って。でタクシー乗り場作るか、これも屋根ありな、屋根なしがあるけど、まあ屋根なしにしてみようかな、あえて。はい、でバスが来て乱暴な運転で人を乗せていく。ちょっと待って、タクシーやばいんだけどちょっと待って、横断歩道はみ出してるからこれダメでしょ、タクシー人気ありすぎる、タクシー最低運賃これを上げよう、もう20倍にするわ。こうすれば多少は利用者減るでしょ。よくお前らこんな待つな、人身事故で電車止まった時みたいになってんじゃん。ここめっちゃ渋滞してるの見て、すごいんだよここほら。これ原因は何かっていうと、こっちの方にある住宅から市内に抜ける道がここしかないっていう、もうとてもシンプルな理由ですね。なのでこっから橋をここに渡しましょうか。はっ、お、意外と融通きくね、かなり使われる気がするんだけどな、どうかな。あ、早速行ったね、車、普通のと合わせてここもちょっと道幅を太くしましょうか、4車線道路にします。はい、拡張拡張超拡張大パニックじゃんいいんじゃない、ほら一気に着いた、素晴らしい、渋滞解消。じゃあ次は、娯楽が不足、つまり公園ですね、わかりました。はい、初公園です。じゃあ子供がいそうなところは小さい遊び場、おー、いいじゃん。小さい公園。おー、小さい小さい。褒め言葉じゃないな。ウォーターフロントには、じゃあ、ドッグランを作ってあげましょう。おー、ドッグラン。娯楽が豊富。素晴らしい。ちょっと公園作っただけで、ちょろいな、市民。あとはインターネットサービスだけだね。じゃあ、作るか。これか？ラジオ塔。モバイルデータ、ラジオ電波、テレビジョン信号を送信する。ちなみにインターネット通信は一般のご家庭だけじゃなくて企業も使う、工場も使うと。なのでできれば都市全体にまんべんなく置いていきたいところだね。産業エリアに一つ、商業エリアにも一つ、あとはウォーターフロントエリアにももう一個欲しいな。よし、おお、めっちゃ
っちゃ幸福なった。すげえ。超幸福。言うことなしじゃないもん、これ。ちょっと、農業手出そうか。ね、織物製品用のこの木綿とかも生産できるようになったから。織物用繊維栽培。肥沃な土地が必要。となると、まあ、ここら辺かな。はい。おーしよしよし。あとは林業とかも行こうかな。林業産業特区。森林エリアに設置。はい。オーケー。すげーの来た。なんだこれ。え？車輪付き収穫機。すげー。これやろうかな。地熱発電所。地下の熱で発電するんだけど、地下水が必要らしいのよ。地熱発電所は地下水を汚染するらしいので、この地下水はもう飲めません。まあでもこれだけね、たっぷりと海の水があるから大丈夫でしょう。ほう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 、シンプル。多分送電開始するはず。あ、してるしてるしてる。うん、これで電気売れるね。はい、今街はこんな感じになってます。こちらが住宅、ここが商業、ここが産業ということで、産業はね、右側の方に増やしていきたいなーと思ってるんですよね。風向きが右上の方に吹いてるから、大気汚染もそっちの方に流れていくから、駅の方ですね、そっちの開発が必要かな。この高密度事業所、要するに高層オフィスビルは、まだマイルストーン10じゃないとアンロックされないから、まあ建てらんないとしても、それを見越して、この低密度事業所だな。駅前に建てるか。鉄道駅前。最終的にここに高層ビルがバーンって建つの。ちょっと良くない？あんまりいっぱい作ってもダメだと思うんで、ちょっとまあ最初はこれぐらいだけにして、低密度住宅もここら辺に置いてみようかな。郵便サービスが信頼できない。ああ、郵便！郵便！そうだ、前回俺インターネット作ったけど郵便作ってねえわ。郵便局、これ作るか。じゃあ、はい。お、賑やかな街になりました。やったね。報酬えぐいな、160万。でとりあえず郵便局は作ったけども、これだけじゃダメで、郵便ポストも作んなきゃいけないんでしょ、きっと。じゃあこれはここら辺にこう、道路沿いにこれはオプションでつけるんだな。はい、つけとこう。まあ、とりあえず溜まってるところだね、中心に置いていこうか。あ、で郵便持ってるね。もうそうか、集荷したんだな、きっと。これ集荷した郵便を今から各ご家庭とか企業に届けようとこれはしていると。おお、緑になった。郵便を全部集荷したってことだね。路面電車を開通したい。路面電車は線路上を走り、乗客の市内移動に用いられる。よし。じゃあそれぞれの大まかなエリアごとに停留所作りたいな。駅前でしょ。で産業エリアで、商業エリアで、西側住宅エリア、南側の繁華街エリア。はい、路面電車車庫を置く。はい、でこっから線路を敷いていくわけですね。大丈夫ですかこれで。あ、ちゃんとあるね。はい、路面電車の線路。おー、いいですね。あ、すごい、ちゃんと。これはウィンカーか。すごいえぐい角度で曲がったな。あ、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。あー、テカってるね。いいね。テカるのはいいよ。これは産業地帯行きの電車だね。一人だけ乗ったわ。まあ、これから、これから。二車線道路は普通に車道なんだね。車道兼路面電車軌道なんだね。あ、いいですね。路面電車が走る橋。これはいいよ。ロマンだね。そして駅前もこう見るとだいぶ発展したね。うん。オフィスをたくさん増やしたからな。まずは何はともあれ、水路。これをアンロックしなきゃいけませんね。開発ポイントを2ポイント使って。港サービスは市に旅客船及び貨物船施設を提供してください。最初はじゃあ貨物港から行こうかな。あ、でっか。あ、すごい、びっくりするぐらいでかい。必殺地形操作ツール。さあ、これでこんな感じですね。人工の湖を作りましょう。おー、水が来た来た来たー。あー、シティーズ2で水を使った土いじりするのは初めてだね。
おお、すげえ。立派だねー。ちょっと若干水位が低い気がするけど、大丈夫ですかこれ。ちゃんと荷上げできる？なんか出てきた。なんだこれ。なんかあるぞ。石のモニュメントだって。石像の頭の集合。ん？モアイ。こんなところにモアイが。あ、いいんじゃない？これは残しといても多分いけると思うんだけど。いいじゃん。モアイを見ながら貨物船が川に入ってくるっていう。ヘドリー、行ってください。で、なんか荷物をね、送ったり受け取ったりしてまた帰ってくる。このトラックが、材木を運んでるね、25トン。それを、貨物港に、あー、すげえ、入ってきた。おー、積んだ。すげえ、うーわー、救命艇みたいのもついてるね。すごいよ、これは。さあ、持ってってくんね。このクレーン動くのか？動かないまま行く。え、なんか積んだ？何も積んでないよ、こいつ。マジか、何しに来たん？漁獲港、行きましょう。この、ウォーターフロントエリア。メインの4車線道路の脇だな。脇道をここに。よし。これ早速来たのでは？これ、違う？漁獲船。ヘドリーから出発して、期間中。おー、なんか謎の動きしてる。何その動き。え、忘れ物？忘れ物あった？玄関の鍵閉めてなかったかな。帰ってっちゃったね。ここにも旅客船いる。あ、これ港に来るって。すごい、2800人も乗るの。なのに0人か。車来てるな。ほら、入ってた。あ、すごー。はい、就航。8人乗ってる。プラスペット1匹。いやー、やっぱこの目の前のここの空き地がな、目立つなぁ。これあれだな。やるしかない。今まで見ないふりをしてきたが。ランドマーク。ナシンネウラ。フィンランドのタンペレにある展望タワー。維持費48万。48万かかる。48万？俺行くよ。ロマンのために、ナシンネウラ。あー、やっちゃった。うーわ。おー、でもすげえ。これはすごい。あ、これはいい。これこれ。身を削って、寿命を削って建てました。屋内レクリエーションプラス75だから、雨の日とか、市民がここに多分来るんだろうね。マイナス21万。あ、でもそんなもんで済んで、あ、マイナス24万。これは、あれをやるしかないな。行くぞ、必殺！元気玉だ！いっけー！説明しよう。現金玉とは瞬間的に税率をマックスまで上げて税金を荒稼ぎし、問題が深刻になる前にしれっと元に戻す必殺技だ。市民に与えるダメージは非常に大きいが、短時間でがっぽり儲けられるので最近は後ろめたさも全く感じない。最高だ。収支すげえ。147万確かし多分人口が減っていくはずだ。14,854人、55人、あれ増えてってない？あれ、なんか露骨にがっつり減るかと思ったけど、そんなことないぞ。あ、でもやっぱり高いって出てきた。賃料が高い。これあれだね、税金でお金取られちゃってっから、家賃が支払えない状態になってきたっつうことだね。あー、需要もすげー減ってんな。よし、お金100万いったね。現金玉1回やめようか。いやー、ありがとうみんな。お、びっくり、雪積もってる。すごい。いつの間にか。おー、すごい。雪景色だ。おー。わー、すごい。雪景色ですね。しかし、残念ながらですね、雪が降ってしまうと、俺が撮りたかったサムネの風景が、これ撮れなくなるんじゃないかなっていうね。なので、サムネは、春になるまで時間を進めて、撮ります。とりあえず前回は全く音沙汰のなかった高密度住宅の需要が増えてきたよ。これは早速第1号行きましょうか。この辺りの中密度住宅を高密度にしてください。よっ！お、待って、もうクレーンがでかい。これは期待できるね。
巨大な町になったぞ。おお、やっとね。あ、高密度商業だ。おお、すげえ。おお、でけえ。すげえ。おお、144世帯住めるって。あー、いいですね。そう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 。これこれこれ。いい大きさだ。高密度商業も行った方がいいですね、これね。行きましょう。おお、できた。ファーマシー、薬局かな、これ。あー、あれだね。タワマンと比べるとやっぱりちょっと背が低いんですね、高密度って。まあ、いろいろ多分あるんだろうね、これもね。今ほら、まだレベル1だから、これ。やば、すげえ死にまくってる。タワマン大量変死事件。いや、変死かどうかわからんけど。仮想バーンドックして焼こうぜ。大気汚染と騒音効果あるけど、両方とも低いから、まあ大したことないでしょ。はい、早速、霊柩車が。いってらっしゃい。ちょっとタワマンのね、ゴロゴロ遺体を全部引き取ってきてください。ちょっと待って。この男いるでしょ。エリオット・ドー。こいつ、職業強盗なんだけど。ここで犯罪を犯したっぽいな。強盗したんだよ。おまわりさん、こいつです。強盗してしれっとお前、バス停並んでますけどね。どういか4人もいるぞ。多分お父さんだと思われる大人、非常に高学歴。教育熱心すぎて、ちょっと、息子が道を踏み外した感じかな。さあ、住宅需要がほとんどなくなってしまったね。高密度住宅って、学生とか高齢者が住むんですね。なので、大学作りたいな。これ行こうか。これ建てれば大学生が来てね、また高密度住宅の需要増えるんじゃないの。ここら辺がいいかな。高校がある隣。はい。おー、影しょってる。ふぅ。学生が、あ、増えてくね。いいですよ。ちなみに強盗のエリオットくんは、アイバツで夢の仕事に就けた。夢の仕事って強盗、でも強盗なんだよね、仕事はね。あー、ラウンドアバウトで、あー、横になっちゃって。すごっ。こんなのあるんだね。あらあら、あ、いかん、路面電車も止まっちゃってるもんね。つうかさ、すげえ今まですっかり忘れてたんですけど、道路整備って必要だよね。状態0から99%、平均 14% だもんね。状態が悪いと事故が起こりやすくなるらしいから、それだ、道路整備車庫。さあ行くんだー、行け行け。すごい、いろいろ積んでる。交通整理用のコーンとかね。おお、すごいすごいすごい。面白い。私気づいたことがありまして、この顧客不足になっている商業施設の、販売物が、これ薬品ね、食品食品食品、あのね、食品系が多い。薬品もだね。薬品、食品、インスタント食品、この顧客が不足しているマークって、単純にお客さんが来てくれない以外にも、売るものが不足している、だから客も来てくれないという、そういうパターンもあるようらしいですと。最初のアプローチとしては、この生産のところを補強していこうか。資源製品で食品とかあるでしょ。あ、薬もあるね。薬品はなんだっけ、あのマーク、これか。化学製品から作られる。で、化学製品は鉱石と石油から作られる。確かに鉱石と石油は俺自前で掘ってないから、まずこれの特化産業を作るっていうのはありだよね。鉱石採掘、はい、これだね。よし、さあ思う存分掘るがよい。ほうほうほう、待って、なんかってことか、失礼しましたーって感じで去っていくけど、ヘラジカだね。おー、ごめんね、なんか住処奪っちゃった感じになって。木村さんよければここで暮らしてってもいいけど、まあ食うもんねえか、ごめんな。ああ、食ってるわ。で、あとは石油、石油、そうだ、石油はここじゃないか。よし、こうしよう。こうやって橋の支柱部分のところだけもうちょっと詰めれるか。ここだけをエリア外にしてあげればいいから、こうしてあげればいけるね。はい、食品、これは野菜と畜産。畜産はあるけど少ない。野菜はゼロ。作ろう。はい、
おお、ボコ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 立っていくね。いいよいいよ。お野菜、ここは何もできないのか。ああ、申し訳程度のビニールハウスができた。これだけ。あ、そうか、わかったわかった。これで産業でインスタント食品とかの税金もっと下げればいいのか。 5% とか不足しているものを、それがいいね。あと薬品、あと原料になる化学製品とかもだね。やばい、地下駐車場渋滞だ。出庫渋滞。もう一個近くに作んないとダメだな。これ作りてえな。自動駐車場ビル。自動化された駐車場、エレベーターで車を昇降させ車両を積み重ねていく。これにより地上で必要なスペースを大幅に減らせる。これこれアンロック。すごい、これこれすごいな。おもちゃ屋さんでトミカとか並んでるのこんな感じだよね。あ、外からもちゃんと見えるんだね。いや細かいな、これすごいわ。お、薬品の生産量増えたね。前 28.6 だったけども20トンぐらい増えたな。ショッピングタウン絶望の顧客不足も、ほら2個しかなくなった。あとはこっち側がちょっとあるけど、え、待って、だいぶ減ってない？前もっとひどかったよね。高密度オフィス建てていこうかな。とりあえず駅前のね、一等地のところ、ここに行ってみよう。いや、でかっ。でかっ。これはすごいな。これ。ちょっとやりすぎたか、ここだけ。でもオフィスの需要まだまだあるからね。どうなってんだよ、これ。ちょっと、駅の北側の方も伸ばしたいな、道。伸ばしたいよね。ここら辺6タイルぐらい買って、あ、まず公園作りたい。この広いスポーツ公園行こう。アンドックして、アメリカンフットボールフィールド。あ、すごい。チャーパーズ。チャーパーズのホームだ。シティーズ1だとね、これで実際にチームの運営とかできたんだけどね。こんな感じにしてみましたが、いかがでしょうか。端っこの方にタワマン。はい、でここら辺は中密度住宅を立ち並べて、道路のね、4車線道路の向かい側に高密度商業ですね、これね。うん、ここはオフィス2つぐらいあるけど、そんな感じにしてみました。あとこれさ、駅があるじゃん、結構近いじゃん駅。それなのにわざわざこっち側から横からね行かなきゃ駅にアクセスできないのも辛いので、歩道行けませんかね、歩道橋。あ、来た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 、ありがとう。あー、いいでしょう。ねえ、素敵な歩道橋はできたでしょう。おー、向こうからも来てくれた。駅前です。すごい、これはすごい、これはすごい。語彙力喪失したわ。これは都会だね。これですね、観光名所。まずこれをアンロックしていきます。観光名所は観光客に娯楽文化に関する魅力を提供する。はい、あ、来てる来てる。一月に802人来てたわ。あ、そう。でも都市の魅力とくっそ低いね。いたいた、観光客、これだよね多分ね。ラナ・シェファードさん。おお、ホテルに期間中。おお、ちゃんと入り口から入ってったな。あ、出てきた、着替えてる。カジュアルだ。市内には銅像があると見栄えがするかもしんないね。ちょっと大通り沿いに建ててみるか。これちょっと良いんじゃない、見た目。はい、おお、マイルストーン11だ。おお、大都市です。やりました。うわ、でかっ、なんだこれ、でっか、なんか手に持ってる。母ちゃんおかわり。写真撮ってるね。全然映んないけどね、その角度からだったら。あとあれだ、条例条例、都市プロモーション、これをやるか。広告により都市の魅力を増加し、より多くの観光客が訪れます。残念ながら観光名所周辺の犯罪率も上昇します。現金あってよろしい。はい、展望塔です。でかい。うわー、めっちゃいいじゃん。都市の魅力度一気に上がった。83だって。あれさっきまで4でしたよね。めちゃめちゃ上がったぞ。
観光客はでもそんな増えないね。800ぐらいだったもんね。100人ぐらいしか増えてない。まあこれからかもしれない。高速の出入り口のところがすごい混んでるんだな、これ。みんな多分、この住宅に帰るっていう人が多そうだから、今ここにしかない高速出口をもう一箇所、この辺りに作るといいんじゃないかな。とにかく、繋がることだけを意識して作りました。はい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 。うん。機能してるような気がしてきたぞ。今度大人気すぎてこっちに渋滞が起きた。つかね、ここの合流するところ、これ信号ある？もしかして。あー、これ信号なくしちゃおっか。大丈夫でしょう。みんな、頑張ってくれるよ。はい。ね、互いを尊重する心忘れずにね。みんな。ちょっと、役割分担しよう。街中の方は路面電車。今、バスで送ってるとこも路面電車に変えます。で、今、バスも路面電車もカバーしてない、例えばその産業エリアとかね。こっちの方を、新しいバス路線にしよう。うわー、すごい！これはすごいな。めちゃめちゃ乗るな。これは産業エリアのバス停だよね。すごっ。これ駅前行く感じだよね、多分ね。おー、すごいすごい。ここのバス停も。80人乗ってたのが80人降りたのか？で、またすぐ乗ってパンパンだね。もうパンパン。で、このまま産業エリアにまた運んでいくと。これは作って正解だったね。だってタクシー乗り場もう全然いないもんね。タクシーガラッガラになっちゃったよ。全部バスの方に行った。わ、めっちゃ混んでる。これは大通りだね。大通りの停留所。あー、なんか嬉しいな。路面電車がやっと使われ始めた。やっぱ今まで路線の設定が悪かったんだね。もう一個別の場所に町を起こしたい。とは言っても完全に独立した町じゃなくて、今作っているこのエリアとまあ連携できるぐらいの距離。じゃあまずはエリアを買っていきましょう。この辺りのエリアをまず買う。新しい駅を作る。こんな感じで敷いてみました。これ結構埋まるよね。うん、そこそこ埋まるね。あえてちょっと一部ね、未開発エリアを残してニュータウンっぽさを出していきたい。はいはい、あー、いいですね。出来上がっていく山際ニュータウン。これ駐車場スペースもあらかじめ取っといた方がいいか。駐車場台をじゃあここに。あとは大きい広場とかあるといいよね。で、場所が離れちゃってるから公共施設も一通り作んないとね。診療所、これは駅前がいいかな。小学校、墓地はなんか斜面に作りたい。はい、ドン。すごい。あ、これはすごい。この悠久なる大地を見下ろすことができる墓地。おお、山際いいね。うん、田舎町な感じがちょっとまだあるね。ウィウィシーリサイクルセンター行きましょうか。 SDGs の精神で。これね、ゴミから鉱石とか木材とかなのかな、特区で生産するような資源を生み出すんだって。場所は離したいね。やっぱりこの工業地帯かな。はい。あと気になってたんですけど、ちょっと救急搬送をしてくれっていうのが割と多い、目立つので、これは病院を作った方がいいかな。今まで診療所だったけど、駅北側。うん、こっちをちょっとね、副都心的な感じにしたいんですよ。アップグレード、ヘリパッド。あ、救急ヘリか。へえ、いいんじゃない。やろうやろう。はい。これは公園ですか。あ、違いますね。これ学校だ。小学校だね。小学生、もしかしてこれ小学生を救急搬送ですか。任せろー、めり込む。もう緊急だからね、ビルにめり込むなんて気にしちゃいけないよ。はい、到着。さあ、これで、うん、よかった。治療中になりましたね。あっという間に都会になってきたね、ニュータウン。さあ、ちょっと山の方も開発したいな。こっちこっち。今この墓地に続く道があるでしょ。これをちょっとさらに向こう側に。ここら辺とか家作れるかな。ノートルダム寺院とかどうだい。現実のはすごい平地にあるけれども、これを山に作っても映えると思うけどな、寺院だから。
560万、うん、大丈夫。はい。お、いや、うん、そんなに大きな違和感はないと思うんだけどな。ここの町から、ほら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 、ほら、よくない？ちょっと。上にある寺院。これちょっといいぞ。いっけー登っていくー、すごい道だこれはすごいですね。道を踏み外したら一巻の終わりです。はい、到着。まあまあ普通に来れるよね。まあ当然人はまだ誰もいませんけども、まあ多分圧倒的赤字ですけどいいでしょう。いや本当にしかし綺麗だな。あ、すごいよ。だってほらめちゃめちゃ綺麗。あそこにファミリーマート入ってない展望塔も夜光るんだな。いいね。なんかスカイツリーみたいに色を変えられたら楽しいんだけど。山川豊シティ、まだ開発途上ですが、やっぱちょっとあれかな、タワマン少し似つかわしくないか、この街には。怖そうはい、さようなら。おお、無住居者の群れがすげえいる。みんな途方に暮れてるなあっちもすごいけどこれみんなバス乗るんだ。バス乗って、うわうわすごい一夜にして家を壊された人たち、みんな駅へここで乗り換えて市外に行っちゃうんだ。あー、なるほどね。うちの市民じゃなくなっちゃうってことか。市役所、地方自治体の異なる部門同士をまとめる役割をする。効率の良い統治を行うことによりローン金利や輸入商品の価格を下げられる。おー、なんか思ったよりシンプルというかシックというか。アップグレード、市裁判所、司法の裁判制度の効率を高める。これにより犯罪率も減少。いいじゃない、やろうやろう。はい、敷地内だねこれね。都市計画事務所、都市計画の専門家の助力により区画の施設のレベルアップのコストが減少する。あ、レベルアップしやすくなるってこと。あ、めちゃめちゃいいじゃん。はい、あ、立派だったね。あ、いいね、立派立派。市役所の周りを高層ビルで埋めてみました。ちょっといい感じになった。若干東京駅っぽさ出てきた。あのベネチアみたいなね、現実世界にあるベネチアみたいな、あの水路のある町を開発してみようじゃないかと。いや、私地形操作には目がないからね。ちょっとじゃあ試しにここ失礼します、掘り下げます。はいはいはい。できた。特大駐車場1つ2つ、そして歩道で、こちらの島に渡っていくと。うん、いいね。ちなみにここは北アメリカ風ではなくヨーロッパ風にしています。こっちの方が多分合うでしょう。このベネチアの人たち、住む人たちの職場をここに作ってあげましょう。工場、本当は漁業とかねやってもらいたいけども、残念ながら今そういう要素がない。排気ガスとか全然見てないけど大丈夫ですかね。大丈夫ですよね。大気汚染、おっと、なるほど、結構こっち来るんだね。市役所オフィスのところに若干かかってるな。ここから東側、右側はもう工場地帯専用で、市街地はこの西側、左側、そういう住み分けになっちゃうな、きっと。あとそうだ、あの市役所の近くに俺これを置きたかったんだ。国会議事堂、これちょっと良くない？この辺りにこう、あ、でっか。まあいいや。はい、後ろがえぐいすごいね国会議事堂、ちゃんと作り込まれてる感じですかこれ。おお、すごいすごい。おお、すごい。あ、中入れたわ、すごっ。あ、国会議事堂ってこうなってんだ知らなかった。ちなみにここ名前をつけました。はい、ベニス風の町だけれどもベニスではないということで、ヴェニセにしました。偽物だからね、ヴェニセです。あと観光名所とかもちょっと建ててみたいなーって思ってて、ウォーターパークとかね、
まさに水の都火器レクリエーションだから夏の間だけしか使えないけどね。ドン、ウォーターパーク。ほーほー、いい、あ、すごいすごい、こんなのあるんだ。あとベニセのこの東側の川、ここはやっぱフェリーを通したいな。旅客船ちょっと太くして航路が通るようにしようか。で、港を作んなきゃいけないですね。こう作って、はい。で、こうやってつないであげれば、ね、港からベニセに入っていけるね。あ、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 な、ちょっと待って待って。何？急に。森林火災ここまでってこと？あれ、消防本部ありますよね。派遣してます。どこにいます？消防車いますよね。あ、全然間に合ってないってこと。ちょっと頼むわ。病院はダメ、病院は本当やめて。あーあー、早く早く、消防車、ここ。あーすげー死んだくそー。まあ、消防署が足りなかったんだろうね。まあ、それはそれとして。お、来てますね。フェニセのところに。おー、いっぱい来てんじゃん。どう？二人。あー、ダメ。強引に入っていく。ピューちゃん。うん。だいぶ絵になってきたような気はするな。はい。フェニセ。まだね、こっち側とか建てられてないから、ここも、まあ、ぼちぼち建てていきましょう。人口もですね、そろそろ増やしていきたいなと思うので、住宅街とか作りたい。ここら辺の丘になってるところにですね、住宅地を作っていきましょう。よっ、うわ、傾斜急すぎるって。なるほど、トンネルができると。ここに火災監視塔があるね。トンネルができると。まあいいんじゃないですか。トンネルがあるのもそれはそれで。中密度住宅、まあバンバン立っていくでしょう。これもで、あれだな、ここに来るためのバスとかも必要な気がするね。うん、駅の北口側、これ駅ね、駅の北口側から住宅街まで来て、まあそこの往復でいいんじゃないかな。おー、いいね。これはいい眺め。これは高級住宅街なんじゃないでしょうか。やっぱ高いとこから眺める景色っていうのはいいね。うん。セレブ台。シンプルでしょ？はい。セレブが住むセレブ台。で、ここのセレブ台と駅北口側の間のこの斜面があるでしょ？ここをですね、歩道で道を作って、これ一般の車が入れないところですね。パトカーとか配送トラックは通れるけど。で、下に通す。はい、こういう坂道を作りました。で、ここに高密度商用施設を建てましょう。で、久しぶりに複合住宅とかもやっていこうか。1階が店舗、2階以上が住宅。はい、こちらのセレブ台をここの歩道を通って降りていきますと。あー、すごい、結構えぐい坂ですね。やっぱこの市民目線で見ないと分かんない情報ってのは結構あるよな。ほらほらほら、いい感じじゃないですか。お店の種類とかもね、ちょっと今少なめだから、これから増えるといいな。これはセレブ台のセレブたちがね、ちょっと買い物に行こうかしらって言って、こう、あら、お安いざますと言いながらね、爆買いするわけですよ。この棚の商品全部ちょうだい。ああ、いいね。こっからの景色もいいじゃない。展望塔。今、路面電車の車両基地が、ここにあるんですよ。だから、これをそのまま使うんであれば、駅の南口から北側に線路を伸ばさなきゃいけないんだけど、まあ、ここも結構もういっぱいいっぱいなんだよね。なので、新しい車両基地を駅の北側に作りましょう。この辺りかな。ここら辺、作っときましょうか。はい。
で、そこから線路を伸ばしていく。はい、作りました。この赤色ですね。うん、駅前からセレブ台で、セレブ坂を通って戻ってくると。お、いいね。やっぱ登っていく路面電車は素敵だな。あー、ここの坂とかもいいじゃない。そしてさあ、坂に入っていきますなんかちょっとここは場違い感ある。無理やり入ってきてるって感じがするね。すいませんね、歩道なのにね、申し訳ない。危ない、スレスレだな。すいませんね。あ、でもここ結構乗る。おう、まだ開通直後なのに結構乗ったね。あとはバスなんだけど、入り口のバス停はここと、どの辺りかな、港のこの辺りかな、作ればいいんだけど、中は、中を全部こう網羅するのはちょっとな、情緒ないよな。なので真ん中に1個ドーンとバス停作るか。あ、いいですねこういうの眺めるとニヤニヤしちゃうよな。お、早速いるじゃない、乗客。おうおうおう、いいよいいよ。ちょっとすいませんね、今港行きのバスも来るからもうちょっと待ってください。で、ラウンドアバウトをぐるっと回ってそっちから出ていくんだ。はーい、オッケー。フェニセはこれでいいかな。とりあえず様子を見ましょうか。住宅もちょっと増やしたよ。よし、じゃあ高速道路を作りましょう。見てください、めちゃめちゃ混んでます。この辺りとかすごい混んでる。これなんとかしたいね。うわー、すごー、でも綺麗。まず駅北口に一つインターを作る。で、あとは、こちら川を渡って南側の絶望のあたり、どうにかここインターだね、渡辺マリーナの方まで行って、まあどっかこっか降ろせばいいんじゃないわーお、なんでこうなる。地面が下がってっからか。なかなか難しいですけれども、なんとか頑張って微調整しながらやっていきましょう。あ、いいっすね、都会って感じになったんじゃないこれ。おお、すげえ。おお、乗った乗った、乗ってくれた。なんかよく見ると波打ってんな、ちょっとこれこれでもどうしようもないんだよな。なんか直す方法あんのかな。おお、乗ってる乗ってる、いいよー。さあ使って使って、じゃんじゃん使って。これ使うことでね、一般道の渋滞が減るんだったらもう使いまくって。私の力作トランペット型インターチェンジも、使ってくれてますね。はーい、ありがとう。どうだい、使い心地は。手作りの愛情が感じられるでしょう。総合大学、あ、そんなに大きくはないんだね。なるほど。まあ敷地まで入れると結構でかいか。ここら辺からまっすぐビロンと伸ばして横横、総合大学ドーン。何の躊躇もなく行ったけど。はいはい、相変わらず影を背負ってますけれども、すごいなんか広い。あ、駐車場も結構広めだね。アメリカ式の、中密度住宅、ペタッと。すごい、どんどん車来るな。学生だろうね、みんなね。学生、いやでも学生だけとは限んないか、空いてるから普通に来てるだけだよね。学生ってむしろ何人いるこれ。大人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 、犬。下水足りなくなったんでちょうどいいや。ここのちょっと今暗くて見づらいんだけど、汚染を除去しましょう。排水処理施設、下水を処理し汚染物質を除去する。なるほど、処理した水はポンプで水道網に戻される。へえ。除去された汚染物質はゴミとなり回収される。あ、なるほど、ゴミが出るんだこれ。よし、メトロポリス来ました、やったー。ついにポリス系来ました、ポリス系。さあ、あとは栄えたメトロポリス、花開くメトロポリスを拡大する巨大な、最後にメガロポリス来ましたよ。さあ、続いてはこちらの家賃が高い問題ね。これやっていこうか。
やっぱ木材、材木を木材にする工場なんだよな。でコメントにもあったんだけど、これ材木が足りてないんじゃないのっていう話もあったりして、まあ確かに若干赤字なんですけれども、どうなんだろうね。ちょっと一応じゃあ材木を生み出す林業の特区は確か1個しかない、ここにしか俺作ってないはずなので、もうちょっとあってもいいんじゃないかって話かな。はい、作った。うん、黒字、つまり、都市外への輸出の方が増えてきたね。いやー、賃料が高いが消えないな。税金だって下げ、あれ下がってなかったっけ。あ、木材 8% だったね。あれ俺下げてなかったっけこれ。じゃあいいよ、補助してあげるよ。マイナス 10%。 うん、今回はマジで渋滞を解消したい編ということでですね、秘密兵器を投入したいと思います。前からちょっと言ってましたけれども、やっぱ地下鉄かな。地下鉄の導入ですかねこれはね。今車を使って、仕方なくね車を使って、移動してる人も、地下鉄を張り巡らせれば、そっちの方がいいと多分なるんじゃないかなって思うんだよね。地下鉄駅をどこに作るかなんですけど、駅確かアップグレードで地下鉄駅の乗り入れみたいなできたんじゃないかなと思うんで、ちょっとそれで地上駅に地下鉄駅をまずつける。駅北口に1つか2つで、南側川を抜けて、まず1本目の路線はもう南北まっすぐ貫きたいなーって思ってて、貫いた上で渡辺マリーナ行こうか。まあ、西側の総合大学、前回作った総合大学のところから東の産業エリアまで行こうか。ベニセがなんもないんだよな。あ、でもベニセも駅作った方がいいかもしれないねこれね。うん、ここに1本道路を通しまして、鉄道駅をドドンヌ、これを既存の線路にくっつけてあげればようござんしょ。はい、でここをたどっていくと県南ステーションに着きますよね。はい、車両基地から新しいベニセ行きの電車が出ました。お、結構駅も待ってるぞこれ。すごいすごいな。おお、誰も乗らない、そりゃそうかな。まあ最初だからこんなもんかな。さあ、そして地下鉄やっていきたいところ、地下鉄車両基地、地上の鉄道の車両基地の向かい側に作ろうか。じゃあ、おー、いいね、なんかプラレール感がちょっとあるな。で旅客駅で、はいはい、行きますね。地下鉄連絡路、これを作ります。おお、地下です、地下です、来ました来ました。こっからまず北側に作りたいですね。で地下鉄駅これだね、ここかな、ここに作るか。はい、ほうほほう、なるほど。おお、いいんじゃないですかね。ちょっとここ怪しい、処理がちょっと怪しい、若干怪しいし、なんかしっかりノリがくっついてなくて裏側見えてるけど。で地下をそのまま掘って、よし、第1区間完成。でこっから北のセレブ台までは地下鉄行かなくていいと思うんですよね。ここはぜひとも路面電車を使ってもらいたい。なので、ここから、ぐるーっと回って、ちょっとおかしい？いいや、ぐるーっと回って、この国会議事堂のあたりとかにやっぱり作りたいよね、地下鉄駅。えらい先生方が、ここをね、乗り降りするわけですよ。うん、いいじゃない。はい。この路線は一旦ここまででいいかな。おー、来た。ヘビっぽい。地下はね、僕残念ながら入っていけないんでね、見たかったけどね。県南メトロ社畜線、めっちゃ乗りたくない。さあ、そして今度は、駅の南側川を渡りまして、ショッピングタウン絶望とかタワマンあたりね、このあたりに南北に走る地下鉄作ろう。ここに一つ作ろうか、大通り沿いに。そこからウォーターフロント側、港からも徒歩で行けるギリギリのところ、ここら辺とかかな。はい、県南メトロ海が見たい線、めちゃめちゃ入ってくぞ。うわーすげー、うわうわうわ、ちょっと入りすぎ、そんなに入りません、お客様困ります。あ、下にいるんじゃないこれ、ほらほらほら、下にいるよね、すごい。あ、ちゃんとしかもフォーカスできるじゃん、面白ー。おー、来た来た来た、
乗って乗って乗って。あー、港に一番近い駅もすごいよ。この調子だもの、すごいな。あー、やっぱ地下鉄すげーわ。じゃあ、あとは東西に走る路線を作りましょう。とりあえず前回作った大学、総合大学前、ここ必須ね。海神大線のね、駅、ここになんとかこう接続をして経由して、東側の産業地帯に入っていきたいところだね。はいはい、県田メトロ文武両道線、文が大学、武が産業、武が産業、うん、武が産業。ただもできるのこれ。あ、無料もできる。無料にしようか金は余ってっからね。どう？渋滞情報見たいです。あ、大丈夫？前は確か8時過ぎ9時ぐらいでもまだ渋滞マーク出てたけども、出なくなったんではないか。あ、ほらほら、海が見たい線乗客501人、他も170人130人とか結構増えてるよ。わー、すごい、帰宅ラッシュだとすごいね人。これはやばい。地下鉄駅のホームも人いるわ。オフィスを建てていきましょう。どうしようかな、国会議事堂の周りもオフィスビルとかにする。こんだけ高密度オフィスをたくさん作れば紙もいっぱい消費するでしょう。どうだい、減っていかないかい。減らないね。あ、じゃあ税金をもっと下げようか。木材はこれ以上下がんないから家具と紙を下げましょうか。刑務所って作ってないよね今。どうなってる。服役中97もいるぞ。すっかり忘れたよ。警察本部が先か。あ、これすら俺まだアンロックしなかった。で、刑務所。はい、収容者は服役中商品の生産を行うだって。おー、なんかアルカトラズ刑務所みたいにさ、こういう孤島に置きたいよね1.3キロ。はい、わあ、すごい、これは立派ですね。さあ、来るがよい囚人。あ、なんか車が今行ったぞ。これ護送車かな。いいですね。あれ、ちょっと待って、賃料が高い、減ったな。よっとね、まあ、力技の解決でちょっと釈然としないところはありますけれども、まあ結果良ければ全てよし。さあ、時刻は今ゲーム内時間23時半を過ぎたので、帰宅ラッシュは終わってしまったですかね。だいぶおとなしくなっちゃった感じ。あ、でもそれでもここ混んでっからね。それでも混むのか。いやー、やっぱここですよ、ここ。ここでも結局ここの中だけでなんとかしようと思って歩道橋を作りました。ダメなんですよね、この中だけで終わらせることは多分完結できない気がするので、ここからこっち側にバイパスするような道があるとすごくいいんじゃないかなーって思ったんですよね。一車線一方通行でとりあえず作ってみようか。はい、うまくいったら儲け者。おい、ちょ、どうした、どうした、配達用パン激写せざるを得ないですねこれね。はい、よーし、復活だ。お、復活したお、10万人いったね。やりました、人口10万人都市です。なんか割とあっさり、なんか気づいたら言ってたね。人口増やさなきゃって思いで開発したこと一回もなかったけども、割と言ったね。お、素晴らしい。今度ませんね。大丈夫だね。うん。みんなとりあえず一旦都心高速に乗ってると。で、ここは全然通らなくなったんで、ここは平和だと。これは、多分みんな、この車が右折しようとしてると思うんだな、僕は。違うかな。あー、右折禁止？ここはでも右折禁止にすると結局他のところが混むような気もするけど、試しにやってみる。はい、右折ダメよ、直進してください直進。やっぱりでもここは混むね今度ね。まあそうなっちゃうんだよね。右折禁止解除します、ごめんなさい。右折してもよし。ここは結局だから、ここで右折したいってことはもっと手前に右折する用のなんか作ればいいっていう話でしょ。これは三車線高速道路とか使ってみようか。試しにこうしてみましょう。お、これは作ってよかった系ではないかな。あとは今度はここは混み始めるっていうのもある気はするけどな。ちょっと信号の間隔が短いね、ここの信号とここの信号。ここの
合流とここをくっつけちゃうって手もあるっちゃあるけど、でもねここにインターがあるんだよね。一回ここのインターをちょっと壊すわ。で上の高速も壊す。これでね考えた挙句うまくいった時のあのドーパミンな、もう脳汁ドバドバよ。ここね人が渡ってんだよね。歩道橋か、歩道橋作るか。よいしょ。うん、あー傾斜がすごいって。これなんでかっていうとここ多分下り坂なんですよ。ちょっとねちょっと下ってるから距離が必要なんだよ。これは距離的にも損はないと判断してくれた。お、すごいすごい。あーめっちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。あー行った、やった、行った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 。これならいけるんだ。坂すごいねこの坂直後に高速合流だからね、もう死んじゃうから。かなりスムーズになったんじゃない。ここ今夜の8時半でしょ。まだ帰宅ラッシュの時間帯だと思うんですけど、ここが混んでんのか。今度いかんいかん、ちょっと待って待って、ダメダメダメ直したくなるけどダメだよ、ほんとキリがなくなるからね。あ、なんか夜の街中って感じ。車は通るんだけども少ないっていう。あいやーいいですね、たまらんな。こちらが現在の豪華絢爛シティかっこ仮全景です。人口は10万人を超えましたが、10万人いるように見えなくないですかこの街。ぶっちゃけね、なんかまだちっちゃい。で今回はその開発をねして街を広げていこうかと思ってます。ここら辺ですね、この辺りを住宅商業にしたいかな。うん、あとはこの南側ですね、ウォーターフロント渡辺マリーナ側のこのちょっと海から離れたところね、ここなんていうのも都会っぽくしても違和感ないんじゃないかなと思うんで、こうやっていこうかと思います。ここに駅があります。で駅から見て北西側、こちら側、うん、ちょっとやっぱり丘になってるんだよね。まあセレブ台があるところの平行上だね、ここら辺。こうしてこうしてこんな感じでインター作って、そっから西向きへも4車線道路を引く。とりあえずまっすぐ引いちゃう。なんかあえてこういうところに森を残しておくのはありかなって気はするよな。そういう緑化地域みたいな。ちょっと森を増やそう、追い森しよう。で市民の皆さん何欲しいんだっけ。中密の住宅が欲しいと。はいはい、わかりましたよ。で大通り沿いには商業なんだけど、ちょっと見づらいなこれ、すげえ。どうなってる、どこだ。あーここまでね、はいはい。おお、立つ立つ、いいね。セレブ台と同じような立地だけども、こっちはちょっと交通の便が悪いんですよね。セレブ台はもう駅直結でしょ、駅の真北だから。でこっちはちょっと幹線道路通って行かないといけない。アクセスが若干悪いんでね、セレブ台ほどのこのなんですかね、ゆったり感は出さないで行こうかな。こんだけポコポコ中密度を立てると団地感が出てくるな。そうだね、産業も作りたいという話をしていたので、これだね、山川豊シティの隣あたりに産業、ほらまたこれあれじゃないの、木材工場でしょ。ここだけ出るんだよな、こっちは全然出なくなったんですけどね。まあとりあえずちょっと工場拡張していこう。はい、なるべく5番の目を使わないようにこんな感じにしました。俺の大好きな行き当たりばったりの方が実際の街に近くなるんじゃないかなと勝手に思ってる。やっぱりシティーズ1のあの建物が建つニョキニョキが恋しいな。おお、栄えたメトロポリスになりました。やったね。まあもうね、新しくアンドックされる要素はないんですけどね。アップグレード、光ファイバーケーブル両方ともやっちゃおう。もう一個、サーバーアップグレード、はい、よし。うん、通信のマイナスなくなったね。あとは郵便物の取り扱い、そうだね、確かに最近全然郵便もやってなかったわ。郵便もさ、郵便物仕分け施設っていうのがあって、これが市内と市外をの郵便を取り分けてくれるらしいんだよね。で市外の郵便は大型の郵便車で運ぶと。はい、アップグレード、拡張郵便物倉庫、たくさん郵便物を保管できる。はい、自動仕分け機、仕分け速度がアップする。おー、車両積載用追加スロープ、より多くの郵便車が稼働できる。あ、いいんじゃないの。
おお、立派立派、すごいでっか、めちゃめちゃでかいねこれ。ここら辺すごいことになってるけど大丈夫ですかこれ。余震波郵便車が走れたとしても中の郵便ぐちゃぐちゃになっちゃうぞ。ここら辺の空き地は基本さっき言ったように森っぽくしたいんだけど、ちょっと裏道みたいのを作ろうか一個。うん、あ、いいんじゃない、こういうのもありだと思うけどね。でちょっと中密を住宅ちっちゃいのとか建ててみましょうか。あとまた小学校足りなくなってきた。作ろう作ろう、この山の途中に作るか小学校。ああ、いいんじゃない。うん、森は開発しないと言いつつすごいちっちゃくなっちゃったけど。このこっち側ですね、渡辺マリーナウォーターフロント側も開発をしたいな。やっぱね、俺憧れが止められなくてさ、この海から見た時のね、こっから見た時にここら辺をちょっともう少しウォーターフロントって感じの街並みにしたいんだよな。個人的にはウォーターフロントに欠かせない建物、これこれ、観覧車、これは建てたいな。維持費毎月56万かかるけど。はい、おお、でかい、すごいすごい、ちゃんと動いてるね。へえ、あ、いいですね。うわ、すげえ迫力だ。うわ、リアルだね、すごいリアルだ。面白い、作り込み半端ないな。これ夜景とか綺麗かな、観覧車がライトアップされると超嬉しいんだけど。観覧車はつかないか、でも綺麗だね。だいぶウォーターフロント感が増したんじゃない。